さて、にゃこちゃんタイムの始まりね。授業終わった途端元気になりやがったぜ。さて、今日は早く帰って遊びに行こうっと。ねえさえ、アイス食べに行こうよ。あ？あたいはこれから部活だから行かねえよ。ブー、つまんないの。じゃあ一緒に遊びに行こうよ。アーケードの端に新しいアイス屋さんができたんだよ。そこでアイス食べてゲーセン行こうよ。今日もサボっちゃダメよ。またね。ほんとマメな女だな、ナオリは。さて、あたいは部活に行くか。一緒に行こうぜ。私を放っていくなんて冷たいわね。あんたのおごりでね。見張っててよかったわ。さあ来なさい。
お疲れ様。感心感心、真面目にやっているみたいね。今日は湿気が多いわね。ちゃんと汗拭いて、脱水症状には気をつけなさい。はい、ご褒美よ。さっきから練習見てたけど、大会に向けてみんな頑張ってるわね。どこの部活だって同じよ。サエのハンドボード部だって試合に向けて猛練習しているって話よ。みんな自分の力を出し切ってやりたいのよ。あんたもそうでしょ。あんたなりの走る理由っていうものがあるんだから、そのために走ればいいわよ。本当は私がどうこう言っても始まらないけどね。でも私は走り続けていれば、いつかその走る理由っていうものから何かが得られるって信じてるわよ。だから中途半端が一番かっこ悪いよ。なんてね、なんか柄でもないこと言っちゃった。私あんたがダメな方にかけてるのにね。これぐらいフォローしといても、あとはあんたのやる気次第だし、先輩の方も頑張っているみたいだからまだわからないわよね。結果楽しみにしてるわよ。情けない声出すな。これも部長の愛の無知さ。特にお前にな。さあな、あいつもこの次の大会で引退なんだから、多めに見てやれよ。俺は先に上がるぞ。お疲れさん。
からごめんなさい。あなたは練習しているかしら。あいつのことだから散々しごかれて音を上げているかもね。また明日から練習サボるって言い出さなきゃいいけど。絆という名のペンダント。懐かしい親友が帰ってきた。楽しかったことが思い出されるたびに話は弾み、懐かしさであふれてくる。私は6年前と変わらずに今まで通りに付き合えると思っていた。でもそれは違ったの。だって自分の気持ちが変わっているのに気づいたから。次回「絆という名のペンダント」第1章「動き始める未来」。私じゃ代わりになれないのに、どうして。私も不安だったの。人違いだったらどうしようって。じゃあお合子ね。途中だから邪魔するのも悪いし、ちょっと見ていたかったの。ごめんなさい。でも真面目でひたむきに練習しているあなたはかっこよかったよ。
昔から走るの早かったから、今も走り続けているんだね。時間が取れなかったの。そんな悪いよ。そうだね。優しいな。お願いするね。練習、もう終わったの？そろそろ帰らないの？じゃあ、
めんなさい。そりゃ見違いもするわよ。だってマナミ確かメガネなんかかけてなかったでしょ。私はね、ちょっと視力が落ちちゃって。でも喋り方とかで分かったわ。そんなことないわよ。私とマナミは深い友情で結ばれているんだから。だって最初は分かんなかったでしょ。まあまあ、私だって最初は人違いかなって思っていたから。お愛子だよ。そうね、あれから6年経っているからね。でも2人とも変わってないから安心しちゃった。まあ、こいつは成長していないだけなんだけどね。嬉しいよ、みんなにまた会えて。ただいま、ナオリちゃん。ええ、お帰りなさい、マナミ。それじゃあ、あの後マナミはミャンマーに引っ越して行ってたのね。連絡が取れなくてごめんなさい。あの時急な引っ越しで連絡先を書いたものを全部なくしてしまったの。いっつも人の話聞かないんだから。え、私との出会い？あの時ぐらいからだったかしらね。うん、私も覚えている。一
一緒にお菓子とか分けてたよね。ああ思い出した、遠足の時ね。あん時こいつお菓子少ししかくれなかったから嫌なやつって思ってたのよね。うん、あの頃が私たちの出会いだったね。うん、今でも元気にしているよ。覚えていてくれたんだね。猫ってあのマナミん家にいた猫のこと？そうなの。最初は一緒に猫ちゃんを飼ってくれる人を探してくれたんだけど、どうしても見つからなかったから、最後にはうちのおばさんに頼み込んでくれたの。すみません、誰か猫を飼ってくれませんか？なかなか飼ってくれる人いないね。まなみちゃん家では飼ってくれないの？ダメなの。おばさん、すっごく怒ってたの。猫ちゃん飼うなら、私と弟、うちから追い出すって。ひどいよ。そこまで言わなくてもいいじゃないか。私、どうすればいいの？すみません、誰か猫飼ってくれませんか？おばさんだって心配しているよ。それにまなみちゃんがこれだけ本気だってわかれば。大丈夫だって、僕も一緒に世話をするって言うから二人で頼んでみようよ。うん、だから泣かないで、ほら行こう。知らなかった、マナミんちの猫にそんな事情があったとはね。でもあの時真剣になっておばさんを説得してくれたこと、今でも忘れないよ。すごく嬉しかったよ。今でもその時のことが思い出せるぐらい。あ、ところでマナミんちってどこなの？またおじさんのところなの？ううん、おじさんたちは別の町に引っ越されたそうなの。新しい家は社宅でここの近くなの。ふーん、じゃあそのうち遊びに行かないとね。ねえ、なおりちゃんたちって
今暇なの？私はこれと言って用はないわよ。できれば、ナオリちゃん家の方に行ってみたいかな。え、別にいいけど、なんかあったかしら？なんだか懐かしくてね、みんなで遊んだ場所が。変な子ね、いつだって来られるじゃない。ここ数年改築とかもしてないしね。ご飯時だからみんな帰っちゃったのかしらね。あ、幼稚園の方は壁の色が変わってる。ああ、3年に一度ぐらいで色とか塗り直しているって母さんが言ってたわよ。私たちが行ってた時って何色だったんだろう。その時の写真見ればわかるわよ。私ちょっと着替えてくるわね。あ、ナオリちゃん。マナミ、まだあるかな、上の社。え、あるわよ。今もほとんど使ってないけどね。うん、わかった。ありがとう。じゃ、また後でね。